後藤で,きです、えー、今回の動画は、自立せよ、えー、自分のブランドを擁立せよっていう動画です。まあね、副業がね、OK な時代になってきますけどね、あのもう自分でね、えー、自立する時代、自分個人がもう会社、自分個人がブランドっていう時代になってきてるんで、 あの何かに、ね、依存して生きるんじゃなくて自分がねもう発信して自分が行動して、えー、生きていかなきゃいけないんじゃないそうじゃなかったらもう必要ない人間っていう風になってくるんでそれは俺が望む望まないにかかわらずうーんもうそういう風になってくる時代、えー、そういう風にあに、えー、選別されてしまう時代になっていくので。 だからね俺だから俺様神様後藤照樹様とかさ言ってるじゃんかあいつ後藤照樹アホやなって言ってるやつはもうアホやから、うん、そんなふうに、えー、解釈しちゃうやつは、うん、だからもう五島照樹ブランドを自分で立ててるだけに過ぎないから,だからお前らもうやらなきゃいけない山田太郎なのか山田花の子なのか知らんけど自分のブランドを、えー、掲げて え、全面に押し出して戦っていかなきゃいけない時代なのに、引きこもって、え、自分、ま、引きこもってね、ネットで通信して、繋がっていれば、もうその人のブランドになってるから、別に引きこもってもいいんだ。引きこもっててもいいんだけど、引きこもってネットで通信してね、え、そういった世の,世のため人のため、恩返し、世のため人のためになってればいいと思う。そうじゃなくて、もうネットとも繋がんないで、え、世間とも関わらないで、え、ちょっとこう、 無,無というか、無関心で接触してる人っていうのはもう0点だから、0点の人、おまるちゃん,、うん。なので、えーまあ、皆さんには0点にならずに、マイナス点にもならずに、えー、活動して、えー、この国のため、この社会のため、この世界のため、この地球のため、この宇宙のために活動していってほしいなと思っております。信じるか信じないかはあなた次第です。お前ら、愛してるぜ。